て貸し切るっていうのどうかしら。貸し切る、貸し切り記念会のためにそして今日はですね、はい、大変なことを楽屋に行ったらいきなり渡されて、これをやってくれって、はい、何をいきなり言ったら、いつも聞いたらやってることじゃないですか、はい、言われましたね言われた、はい、その通り、その通りですよねみんなが思いましたよね。そうだそうだ、そこだけやっちゃダメなんだよ。ここだけならいいけど、ここだけやさあ、いつもクール君がね、劇団の方々と、はい、素敵なステージをしている中の一つですよね。そうです、路地の泣き虫楽団という、はい、ユニットの、中からちょっと今日、うん、泣き虫ラジオっていう、会があったんですけれども、うん、それはラジオのパーソナリティと、リスナーとの、うん、いくつかのお話を思い出しました、うん、そういうものがあって、そのうちの中の一つ、今日は愛が咲くという、はい、お話をやってからみたいな、はい、それをちょっとご協力いただく形で分かったよお願いします。どんな感じで写真最初にギターがあって、はい、段取り今ねそうです、僕がギターを弾き始めるんで、そうですか、セレレーションがあって、はい、ですよね、わかりました、わかります。結構無茶振りに弱いんですか。そんなことないですよ説明しようかなと思って、なるほど、いい状況をね、愛が咲く。日曜日の昼下がり、都内から電車で40分ほどのニュータウンの一角にあるリビング、新聞を手にする父とお茶を入れる娘。だから何遍も言ってるだろう、出て行きたきゃ勝手に出てけ。もう出て行くって家出するわけじゃないんだから、だいたい花嫁の父が式に出ないなんて、母親だっていないのにいい笑い者よ。笑われるんなら初めからやめちまえ、そんなもん。ねえ父さん、ちゃんと聞いて、こうちゃんがね、一緒に住むのが気を使うなら近所に住めないかなって。それが生意気だって言うんだよ、お前らが来い。いいか、この家はな、母さんとたった二人で建てた城だ。うちには若い衆もいるし、まだまだ看板を下ろす気はねえんだよ。だいたい家っつうのはな、木造が一番なんだ。コンクリートに詰め込まれるなんて息苦しくて、人間まで冷たくなっちまう。ああ、もう頑固っていうか、時代遅れっていうのか、お母さんも大工の嫁で苦労したわ。うるせえ、早く行け。はいはい、わかりましたよ。ああ、あの、3時の急行に乗るからね、本当にもう行くよ。夜はさ、カレー温めればいいようにしてあるから、それと血圧の薬忘れないでよ。あとお父さん、式は来週の土曜日だから、今までさっさと行け、俺はもう風呂入る。母さんに1000個あげてけよ。ねえ。
い合うために傷つき涙を流した時、愛はそこに咲いてる。高い熱を出して二人で慌てふためき走り回った。今では逆にこっちが気にかけられ、口うるさいくらいだけれどそれも嬉しい。素直になれずごめんな。悲しい場所だとしても、どうしても立ち上がれない時は空を見上げて、愛が君を守ってる。ここへ帰ればいい。分かり合うために傷つき涙を流した時、愛はそこに咲いてる。愛が君を守ってる。っていう話はまだないですけども、うん、はい、やるかないつか見たい、うん、そうです ね、あとこの曲、子供がちっちゃい時思い出すのだったか、思い出しました、なんか可愛かった、なんか今日もね、手付けに、うん、名前聞くのだろうからね今日は切り替わった、うん、可愛かったなとかさ、そうですね、病気で走ったなとかさ、うんうんうん、あるね、やっぱそういうのね、思い出しますね。どうしてあんなちっちゃいのがあんなことになるんだろう。順番ですか。でも家族ってね、親子ってね、はい、もうどんな憎たらしいこと言われても親はさ、うん、思ってるからね、うん、足毛にされようが、うん、しようが、はい、愛してるぜとか思って。名言すよ、名言が飛び出しますぜ。愛してるぜ、愛してる、うん、どうぞ使って使って見たりしていいよ、はい、著作権あげる。さあ来週、え、来週って4週5週目5週目、5週目、はい、じゃあ何する、何かやりましょう、何か考えようね、じゃあいきなりまたこれやろうって。そうか、違うわ、で半分は自分でやる。それ雨降ったらでしょ。雨降ったら大丈夫だね、雨降ったら。いやいやいや、中年行ったよね、ザーザー降りだったし。似合ってしたよね。え、ザーザー降りで私たち外。そうです。そこ、あそこから覗く。あ、それはちょっと本当にやめた方がいい。本当にやめた方がいい。じゃあここでじーっと見てるの。3人こっち並んで。あ、でも、あ、そうか、まあ、その方が助けもないよね。そう、助けないよ。そうなんですか。笑ってるだけ。生放送ですからね。生放送ですからね。どうなるかは、うん、来週のお楽しみにということでね。はい。
はい、皆さんリクエストがあったらリクエストしてください、はいはい、たっぷりとクレベクの世界を、ね、お届けしたいと思います。堪能したいと、はいはい、告知しておきましょうかね。はい、そうですね、10月10日、はい、渋谷のギルティというところで、それはワンマンライブではないですけれども、うん、イベントがありまして、何曲くらいだろう、それは、6曲、5、6曲って感じですかね、はい、なるべく早く新しいアルバムと、はい、なるべく早くワンマンをやっていただいて、はい、必ず行きますので、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日も楽しい、あ、役者ど、役者ルーディーどうですか。意外と言ってたよ、ね、はい、ありがとうございます、あ、そうです、ありがとうございます、調子乗る前に、はい、ありがとうございました。このペクラムダクレ君でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、変な世界じゃない、変な世界じゃない、びっくりしたよね、今ね。まさか、あの、クレベクに感想を聞くとは思いませんでした。来週、ノーマンさんじゃないですか。あ、ほんとちゃん、なんで、なんで、おいでよ、チン、おいで。いや、見たことあるような、見たことあるような、その前に一回会ったよ、こんから大丈夫ですか、いや、僕は怖いそうなんですけど、いらっしゃーい。通りすがっちゃった、通りすがっちゃった。椅子じゃあここ用意して、みなさん、じゃあだ、次から、ありがとうございました、通りすがったね、通りすがっちゃった。